ひなです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。はい、ということで今日の企画はですね、ゆなの前髪切りすぎちゃったドッキリです、イエーイ。はい、ということでね、動画始まってすぐこの姿の私が出てきてちょっとびっくりしたよって人ですよね、わかります。なんですけど、今日はこれ前髪のウィッグなんですけど、近況報告のね動画を撮るんですけど、その時に私が前髪切っちゃいましたみたいな、でちょっと自分で切ってみたんですけどちょっと切りすぎちゃってみたいな感じでドッキリをしていきたいと思います。それではどうぞ。ゆずはです。せいらです。めいです。えいです。ゆなです。アリアです。ピンクラテ T E 始まるよ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。はい、今日はメンバー6人で近況報告をしていきたいと思います。もう何でも雑談みたいにお話ししていけたらなって思います。なんかあったりしますか？学校はその今コロナだから 5,6 時間目だけ受けるっていう感じですね。だから朝早く起きなくていいからラッキー。めっちゃいいじゃん。めっちゃラッキーじゃんそれ。そう、いつも10時に起きてるの。めっちゃいいな。いいでしょ。取り入れてほしい、うちの学校も。学校以外とかお家とかなんかあったりする？どっか遊びに行ったりとか、そういうのが最近できないから、最近はあのフラフープを買ってやってますね。おー、すごい。フラフープ好きだよ、アリアも。セリちゃんはどうですか？テスト前なので、ずっと勉強してます。すごい、優等生だ。偉すぎる。アニアはそうだね、家ではアニメを見てます。アニメとか漫画とか異世界系のやつをね、 YouTube で見てます。アニメめっちゃ見るな、確かに。最近ね、こんな感じみんな。はい、はい、はいはい。私あのすごい皆さんに報告したいことがあるんですよね。え、何？どうしたんですか？ちょっと待っててください。やだ、ちょっと待ってて。やだやだねえ、やだやだやだ、なになになに、え、なに、なに、クラッカー出てきたらびっくりしてる。じゃーん。アリアナグランデさんに憧れて前髪を切ったんですけど、自分でちょっと切りすぎちゃってみたいな感じです。え、切ったの？めっちゃ衝撃なんだけど。どうですか？新鮮。パサパサなんだ。めっちゃ新鮮。かわいい。大人っぽいのから、なんかかわいいお姫様ユナになった。おー、うん、めっちゃしました。意外でも、え、かわいい。かっこよくなるかなと思ってやったんだけど、バサッといったらお眉になっちゃって、お眉かわいいよ、ガタガタみたいな感じなんですけど、すぐに伸びるよ。前髪はね、すぐ伸びちゃうんだよね。伸びてくれてほしいなって感じです。皆さんどうですか？私の報告は以上です。ユナが衝撃的すぎて。何だと思った報告？え、なんだろう、でもまさかそれとは思わなかった。今結構衝撃的、うん、びっくりしてる。エデラ普通になんかやめちゃうかと思った。あれだって、エコちゃんの時みたいに報告ありますみたいなね、前髪でしたって感じで、近況報告は、はい、はい、以上となります。多分ね、衝撃的なのもあったんですけど、みんなの近況報告を聞けたので良かったですね。これからもピンクラテを見てください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。ちょっと待ちください。じゃじゃらーん。ないよね。ないよね。前髪のカツラじゃないですか？前髪、ウィッグです。え、待って、ドッキリだと思った？え、なんかドッキリかなって切ったんだと思って。そう、髪の毛今日アップしてる理由が、なんかブラックなのね、この
ウィッグがね、だけど髪の毛の色ちょっと茶色がかってるから色がね違うの。だからそれバレないように結んでこうやってやってるんです。そういうことね。でもなんかここで反り上げてんのかなと思ったどう引っ張るのか分かんなくて、ウィッグとりあえずパチンパチンってやって、なんかお姉ちゃんのストレートアイロン書いてやったんだけど、生え際がね多分すごい浮いてる全然画面越しだから全然分からんかった。そうそうそう、画面越しだから分からんかった。でも似合ってる、可愛い、うんうんうん、お姫様っぽい。大成功ってことでいいですね。はい、はい、ありがとうございますということで、近況報告はですね、偽企画ではないんですけど、こちらがあのドッキリでしたっていう感じです。結果似合ってたのに、オールオッケー。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。